皆様どうもはじめまして、特定社会保険労務士をやっております長谷部敦史と申します。解決、労働トラブルを生まない会社の作り方、労使の絆が力を生む会社を作ろう。これはね、ちょっともう皆さんも、知ってるようなネタになると思うんですけども、俗に言うその名ばかり管理職問題、営業所の責任者の方がですね、ちょっと会社が残業代を払ってないんだよねという話をですね、在籍中に、ちょっとですね、労基署の方にこうお話をしてですね、会社としてもそれに対して対応を迫られたという事例なんですよね。でこの会社さんの場合は就業規則とか雇用契約書とかね、ある程度、それなりにルールはね、あって、それでもやはりこう法律というところの切り口では、こういった問題というのは起こってしまう。労働トラブルっていうとね、誰悪いのという話の中で、最近よく聞く言葉でこうブラック企業っていうね言葉ありまして、会社さんがね、いろいろと問題があるから、労働トラブル起こってる、そういった部分っていうのもゼロじゃないですよね。で実はね、全くそれとこう別の考えもね、する方、そういう考え方も実はあって、問題は企業よりも働いてる人の側にあるんじゃないのみたいな。ローパフォーマーとかね、なんか一見するとちょっとかっこいいんじゃねえかとかね、聞こえちゃうんですけど、パフォーマンスが低いっていうね、早い話が能力低いっていう、ローパフォーマーがこうちょっと増えちゃって、いろいろトラブルみたいな、そういう考えもね、あるみたいな。バサッと割ってて、社長この続きどこですかっていうね、いやいやそれが就業規則全部だよっていうね、あれっていうね、そういうのがね、まだ途中で終わってるのはいいですけどね、どこにあるのか誰も知らない。社長に聞くとね、見たことはあると、で実際ね、俺がちょっと作ったんだよな少しみたいな、でもねどっからも出てこないっていうね、そういう会社さんもね、ありますね。きちんとしたルールになってれば可能なんですよ。ちゃんとしたルールになっていて、ちゃんとした手続きを踏んで、ちゃんとした形を取ってればこういうことってちょっとできるんでね、やるのは全然ありな方法だと思うんですよね。